はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英単語第28弾やっていきます。で、今回はこの10個の単語やっていきますので、この状態でねテストしたい方はぜひ止めてやってみてください。では早速ね1番からいきましょう。まずこれね、発音がブリッジです。ブリッジ、まあブリッジね、ピンとくる方もいるかもしれないですが、これ橋ですね。橋、これはブリッジです。で、次がフットです。フット、まあフットボールとかって言いますけど、フットがねこれ意味足なんですよ。足、ただ大事なのはこれ片足のことを指していて、まあ足って覚えてもらったら構わないんですけど、複数形をぜひ覚えてください。複数形、まあ、フでいいかな。複数形、これ S がくっつくとかではなくて変わります。フィートって、で、このフィートで、まあ、両足、まあ、複数形だからね、両足のことを表すようになるんですが、よく出てきます。あの形が変わるんでね。他にも、まあ、まだね登場してないですけど、例えばティースですね、あの歯です。で、ティースもトゥースに変わったりするんですよ。他にもあったりするんですけど、まあ、ひとまず今回はこのフット、これが足で、複数形がフィートっていうのをセットで覚えてください。で、次はウェーブです。ウェーブで、ウェーブはちょっと波ですね。波で、こっちを覚えてもらって、で、まあもう一個、あんまり出てくるのを見た印象はないんですけど、まあ、ウェーブトゥーホニャララ。これで、ホニャララに手を振るっていう。あの、ウェーブがね、手を振るって意味があって、まあ、振るとかもあるんですけど、まあ、余裕があれば、ウェーブトゥーホニャララで、ホニャララに手を振るっていうのを覚えておいてください。で、次が、リアリーですね。もしくは、リーリーですね。はい、と、読み方としては。自分、リアリーって、あを入れてしまうんですけど、これで、本当にという意味になります。で、よく会話文をね、こんな、まあ、いろいろ会話があるじゃないですか。で、その時に、まあ、誰かが A さんが何かを言いましたと。で、それに対して B さんが、あの文の始めなんで大文字から言っちゃいますけど、こうやってね Really? って言うんですよ。で、こういう時に何か言われて、え、本当に?みたいな時に使います。よく、もちろんそれだけじゃないですよ。普通に文の中で使うこともあるんですけど、これは Really? で、本当にです。で、次は weight です。weight。で、weight は、これで重さです。重さ。で、これですね、weight って音を聞いたときに、ちょっとピンときていただけると少し嬉しいんですけど、これ、こっち書こうか。weight って書いて、これ weight って読むんですよ。で、これ全く同じ発音です。weight。で、こっちは重さです。で、こっちは何かっていうと、これ動詞でやった待つなんです。待つ。で、これ同じ発音になるので、まあ、ぜひね、そのことも頭の片隅によろしくお願いします。weight ですね。で、次が bean です。これ、bean。で、これ、この bean、まあ、この bean って言い方もあれですけど、これ豆です。bean で豆。で、なんでこの bean って言い方をしたかっていうと、bean ってもう一個あって、これですね、b-e-e-n。これ b 動詞の過去分詞形なんですよ。b 動詞のね。ビーンって言うんですけど、これ全く同じ音です、これも。で、次がヤングです、ヤング。で、ヤングは、これで若いですね。まあ、若い人自身を表すこともありますけど、ひとまずヤングで若い。ちなみに逆はですね、じゃあ書いておこう、逆はオールドです。いや、これはヤング。で、今回一番長いのが次ですね。で、読み方が development と言います。development。で、大事なのは何個かあって、まずアクセントここに来ます。ベの上、development っていう感じ。で、まず意味言っちゃいましょう。で、これが、意味が開発です。development で開発。で、もう一個覚えてほしいのが、ここですね。P までできる。メントを取ってください。これで develop。同じ VE の上にね、アクセントくるんですが、develop。これ、動詞になって、開発するになります。で、わりかしこれもよく出てくるので、develop も。ぜひね、あの、開発するの、あ、ごめん、開発の development と、こっちも一緒に覚えちゃってください。中に入ってるだけだからね。で、次が injure です。injure。で、この injure は意味も覚えてほしいんですけど、さっき上と同じだね。アクセントが大事で、最初に来ます。
injure でいう感じで、意味がほにゃららを傷つける、まあ、動詞ですね。あの動詞シリーズでは使ってないのでここで入れちゃいました。ほにゃららを傷つける。で、ちょっと似た単語なんですけど、最後の E の部分、ここをですね Y に変える、 injury って言うんですけど、これで名詞の怪我になります。似てるでしょ。すぐ E を Y に変えただけだからね。 injure、 これが傷つけるで、 injury が怪我となります。で、最後読み方は fever です。 fever で、これがまあ、オリンピックのフィーバーがなんて言い方をね、日本で使ったりもしますけど、これは熱という意味になります。では今回はこの10個をやらせていただきました。で、前回の動画の時に、あれです、色かのねリクエストをいただいてますっていう話をしたんですが、次回の、29ですね、第29弾で色シリーズ、まあ緑とか普通に黒とかね、その辺をやっていこうかと思っております。で、まあ、色もね、何種類までやるかちょっとまだ決めてはいないんですけど、おそらく10種類、同じく10単語にはなると思うので、まあ、もしよかったら、そっちの方もね、ぜひ見てみてください。で、まあ、その後30はまた通常にね、戻るとは思うんですけど、ちょっと待ってね。消すとこ間違えそうだ。よいしょ。よし、これで OK。かな。はい、ということで今回もね、ご視聴いただき本当にありがとうございました。では次回色シリーズとなりますが、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。